町屋デビュー。町屋暮らし始めました。町屋暮らしの第一歩はお掃除だった。掃除をすると家が喜んだ、家が生き返ったと喜んだ。すると人が集った、仲間が増え笑顔が生まれた。そして家族が増えた。子育ては慣れないことだらけだけど、みんなが助けてくれる。町屋は町中にあるので生活も便利。歴史とともにあるお祭りや地蔵盆、打ち水は生活の知恵。四季を感じる坪庭の緑や花、床の間のしつらえ、背筋がすっと伸びる感覚、心が豊かに美しくなる。今思うと無機質だったかもしれない一人暮らし。でも町屋暮らしは簡単ではない。手を入れなければただの老朽化が進む家。日々のお手入れに加え大工仕事も必要。だから最近の特技は廃材をリメイクすること。磨けば輝く京町屋。当たり前の魅力を見直し、異文化交流、お稽古ごと、アートギャラリー、地域行事などに活用している。見事に現代と融合する柔軟な京町屋。私はここが好き。歴史に名を残す絵師や文豪と同じ時代を生きた家で暮らす、こんな素敵なことって。未来に誇れるだろうか、先人に恥じないだろうか。日本、京都を守り伝える一人として、歴史に一つ足跡を残したい。続く。